テスラから最充電なし 640km 超走行のロードスター 3.0EV が誕生もっともっと電気自動車 EV が身近に日本国内でも日産リーフ sLEAF の発売以来割と各所で電気自動車を目にする機会が増えてきたようにも思えますけどいざバリバリと電気自動車を使ってみると 町中のちょい乗りには適していても長距離ドライブには不向きな課題も多いと痛感させられるドライバーが少なくなかったりするようですねやっぱり1回のフル充電から連続走行可能な距離が意外と短くて不便だったりもするみたいなんですでもそんな電気自動車の抱える悩みを大幅に解消してくれそうな新モデルが間もなく。 テスラモータータズから正式に誕生してきますよ。テスラといえば2シーターの高級オープンスポーツカーとして電気自動車の型破りな歴史を築いたテスラロードスターテスラロードスターで一気に知名度を上げましたけどクリスマスを祝うツイッター上のツイートでイーロン・マスク CEO が自らロードスターの最新アップグレードを伝えていますなんとフル充電から 400マイル約を優に超える連続走行距離性能を達成したんだとか思えば2008年モデルとなるテスラの初代ロードスターは当時の電気自動車としては非常に高性能な連続245マイル約の走行距離を再充電なしで走り切ることができると紹介されていましたしかしながら新たに 2015年のデビューが予定されているロードスター3.0ではバッテリーセルの改良タイヤや車体デザインの向上などによって一般的なガソリン車の再給油なしで走れる距離をも上回る連続走行距離を電気自動車としては世界で初めて達成するとアピールされていますよなおイーロン・マスクは2015年早々にもロサンゼルスから 381マイル、約610キロメートル離れたサンフランシスコへの無充電走行をロードスター3.0で観光し、パワーアップした連続走行性能を実証したいとしています。スポーツカーデザインのロードスターの EV 復活も楽しみですが、日本でも正式に発売されたモデル S により、 長距離を最充電なしで走れる改良が加えられてパワーアップしてくるかもしれませんよね。